ワンダーキュート実装キターに対するみんなの反応。キター。ここでおばあちゃんとは、おばあちゃんだったー。うわー、かわいい。実装。このタイミングで、トレンドでヘリオス入ってたけど全く別方向だったな。バーバ、と思ったらクラッシュ。サシのスピードサポカキター。隠してんじゃねえよ。これ12月のチャンミアリマじゃないな。来月はチャンピオンズカップか。困った。どっちも欲しい。うわーっとブロイ貯金がー。今日は敬老の日だったか。たる前よりも先なんだ。ばあちゃん、この俺に天井なんてそんなことさせるな。天井ってのは、おばあちゃん獲得のための通過儀礼だぜ。アメちゃんください。フラッシュサポついに来たか。性能は知らんが全力で貫突するぜ。エイシンフラッシュ広報用の強サポカでお願いします。刺しに救済があらんことを。毒、戦、力。可能性は低いだろうけど毒戦力だったら嫌すぎる。持ってくるの別衣装だしさすがにないんじゃないかな。フラッシュで強サポカ来たら本人に使えなくからそれはそれで困るんだよな。タキオンの刺し番くらいなら許されると思う。というかこれぐらいないと刺しがマジで息してない。無我夢中は出たばかりだからないだろうし迅速化弾とかかな。刺しの強いスピードサポかなかったし時期的に丸全タキオンの刺し番じゃねえかな。これでダービー場の SSR サポか全員出たか。今後の商品展開を計算して胸元を隠すエイシンフラッシュさん、さすがです。あっちの世界ではフラッシュさんは誰に敬礼してるんでしょうね。天皇賞って名前はそのままだから展覧試合の時も普通にあるんじゃない。欲しいっちゃ欲しいけどすでにコパーもあるしあんまだあとキャラ増やしてもな、という気持ちもある。意思もないし。このババアめちゃくちゃ可愛い顔してんな。まさかのばあちゃん。どうしたらええんや。赤鬼に勝つぞばあちゃん。カレンちゃん助けて俺孫になっちまう。バーバ引かなきゃ使命感。おばあちゃんが来るとは、予想できなかったぜ。アキュート3回、実装が早い、早いよ。こういう時、慌てて引きに行った方が負けなのよね。私の祖母になってくれたかもしれない女性だ。おばあちゃん来た。どけ、俺ハマゴだぞ。おばあちゃん欲しいけど、石がねえ。そっと谷間を隠す SSR フラッシュさんも気になります。ダンケダンケやれんのか。再敬礼デムーロフラッシュ。ワンダーアキュート来年になってからだと思ってた。これは予想外。キュートすぎる。来月はダートちゃんみか。トシちゃんや、お小遣いは溜まってるのかい？ CB にカツアゲされた。このゲームの実装キャラ全く読めねえ。いい加減星さん増えすぎてすり抜けだらけで回しづらいよばあちゃん。ずっとバーバ貯金してたからようやく吐き出せる。バーバ、たる前のが先だと思ってたわ。たる前はチャンピオンズカップと東京大賞典と川崎記念でまだ近い実装チャンスあるからな。クリスマス衣装終わった後にたる前も来そうね。天井叩く分は用意してあるぞバーバ。ウィンディちゃんは？ウィンディちゃん、どこまでダートの後輩に追い抜かれていくんだ。ウィンディちゃんがとうとうサライを歌い始めそうなのだ。俺のばあちゃんがガチャに。終わった、アキュートさんごめんなさい。メガイルミあるからアキュートなのかな？うらら以来のシバジークルか。さすがに今回はヘリオスで当確だと思ってたわこりゃ12月も何かしらぶち込んでくるな。ちょ、ここでアキュバーバとフラッシュ SSR が来るなんて、想定外すぎて石が、全く足りない。たる前貯金は特別にここで使っていいものとする。こんな早く実装されるとガチャ引きをしなければいけなくなる。ばあちゃんこの俺にそんなことをさせるな。フラッシュのイラストが素敵すぎる。女帝といい勝負服モチーフでシンプルな SSR はいいな。またフラッシュがセルフ規制してる。おいフラッシュ、今さら羞恥心出すなよ、富士先輩が変質者みたいだろ。ウィンディちゃんってひょっとしてかわいそうな子なの？ウィンディちゃんは完全一点特化型馬娘として襲来するのだ。
初代ダートウーとして颯爽と登場するのだわはは。バーバめっちゃ巨乳っぽい雰囲気なのにこれで貧乳なんだよな。納豆食べそうなポーズしてる。そういえば今月イルミーベやるって言ってたな。ちゃんと伏線あったわ。もう天井1階分しか残弾ないから引きに行けないよおばあちゃん。別におばあちゃんなんて欲しくねえし。貯金ないよバーバ。ちゃんと貯金しとかないとダメだよおとしちゃん。来月はチャンピオンズカップか。さすがに2度目の大井2000になる東京大賞典はないだろうし割とありそう。おばあちゃんが馬ぴょいを歌う姿を見られるですか。これトレーナーというより介護役では？おばあちゃん目がすっげーキラキラしてる。ばあちゃん早くね。メガイルミコラボに合わせてアキュートなんだろうし来月たるまえきそうだな。石使い切ったタイミングで和田解補強はやめてくれないか。ダートトリオは早いうちに揃うだろうなとは思ってたがたるまえより先に来るのはちょっと予想外だ。ウィンディちゃんもう不要のダート戦でいいのだ。来月のちゃんみがダートになりそう。ダートでやるなら中京線800かね。ダートなら中京線800か川崎1600と予想。ナンバーにより CB 確定とは一体。ナンバーの担当が CB をしなだけだったね。別におばあちゃんなんて欲しくねえし。今引かないとバレンタインもらえないぞ。ばあちゃんってトゥインクルの3年で収まるような馬娘なの？クラシックで赤鬼無双シニアでリッキーたる前なら余裕でまとまるよ。ヘリオス狂って散々騒いでた人は何だったんだろう。ヘリオスは急に周囲を固めるキャラが大量投下されたから実装を予想する勢力が現れても仕方なかった。ヘリオスはマジでマイル CS のタイミング外したらいつ来るんだろうか。ヘリオスは来月じゃね？プライズフィグアもその頃出るし。バーバが持ってるやつなんだろう、チューペット？ポタポタ焼きと黒飴を備えして得を高めなきゃ。飴とチーズをかきとお茶準備して待機や。サポカだろと思ったら本当に育成できたパターン。アキュート来ないだろうと思って油断して石使ってたやついる？俺です。待ってたけどこんなに早く来るとは思わなかった。石あってよかった。欲しくても石ないし泣いてスルーだな。これはチムレダートからオグリを解放できる機会と捉えれば。ファルコに待機、後のダートを頼む。しかしこの勢い、まだまだダート馬娘が控えてるということで良いですか？超ハイトレはこの半日でおばあちゃんを決勝勝たせてしまうのだろうな。連続出走させられるおばあちゃんが見られるのか。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。